さあ開けていきます。パック頭からです。今回はパック頭、ここでねもうバチッとねなんか出てきた、いただきたいんですよ。私はそのレア枠、レア枠って、レア枠はレア枠か、その金枠出てほしいな。やっぱり初日に金枠当てたいよね。定休ばっかじゃなくてさ、お願いします。カイルウォーカー、これはもう持ってんな。これは前回出たな、前回か前々回か。あ、出てない？出てるわ、持ってたわ持ってた持ってた。止まることなき激走、まあ、シティが強えよな。コンピューターのシティとリバープールも強いの。あのサラーとマネがめちゃくちゃ足速くて止めらんないんですよね。えあのレイバリエンタとかがぶっこ抜かれてました、私の隠しのカバーリング。はい、3クレ目、まあ、J リーグ出てほしいな。コウチーニョ、コウチーニョどんぐらい ?91 高え能力しかもミッドフィルダーなのね。まあ多分 2.0 とか付録でバルサとか出るかな、どうだろうね、どうなんでしょう。メルテンス、メルテンスは90、あーなるほど、スピード18か、メルテンスで18か、コーチーノが17で、あカラスコとコーチーノがスピード一緒か。上田選手来ました、81、まあいいですね、バランスいいですね。10 16 11 17 14 13、うん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 、守備道ちょっと笑っちゃいけないけど笑っちゃったわ、ごめん。いいですね上田、あね、日本代表でサイドバックとかちょっとやらされてたりしたけど。シュテーゲン、あーびっくりした。シュテーゲンってレアあったっけ、ちょっと僕まだね把握しないんですよ、何がレアかまだ分かってないんで。能力高、83だって。無我の境地、え、テニスの王子様だったの、指定限定マジでこの三竹さん何参入したの WCCF に、そういうことじゃない。ジョアンマリオこの辺は持ってんだよな、これ同じ配列かな、白黒同じ配列の可能性ありますね。ジョアンマリオから、ジョアンマリオの後何出たっけこの間、あドラッグスラ、あばっ、ドラクスラーだったんかい。能力いくつだこれ、16 9 17 15 18 15、ドラクスラーのスピードが18、デウロフェイと一緒、なるほどなるほどね、うーんそうですか、はあなるほど、12345678 9クレ目、まあでもドラクスラーはちょっと使ってみたい気がする、なんか良さそうな気がするな。バランスめちゃくちゃいいですよね、だって16 9 17 15 18 15、めちゃくちゃいいじゃん。ラスト10クレ目、コアです、まあスポルティングですね、はい、うん、今回はドラクスラーでした。あーなるほど、まあパリもちょっとやってみたいかな。この辺はでもちょっとね、太っちょディスキ君が持ってなかったらプレゼントしたいと思います。またお会いしましょう、さよなら。